アヤクフルの DIY。 皆さんこんにちは、アヤクフルです。今回は前回に引き続きハロウィンのディスプレイをご紹介します。今回もすごく簡単です。毛糸とこれを使ってこんなかぼちゃを作ります。使った材料をご紹介します。まずダイソーのビッグロービングという名前の毛糸を使いました。色はゴールデンオレンジです。結構ふわふわしている太い毛糸になります。それとアクリルの緑の毛糸を使っていきます。そしてこれ結束バンドというものなのですが、一回閉じると固くこういう風に絞られて抜けないようなものになっています。ダイソーなどの100円ショップでは家電のコーナーに置いてあります。今回はこの一番小さい7センチと書いてあるものを使っていきたいと思います。それ以外は毛糸1メートル、これは10センチぐらいですね、結束バンド1つ使っていきます。まず黄色い方の毛糸を端を見つけます。そしたら結束バンドに固結びで留めます。次に毛糸がずれないように左手で持ちながら右手でくるくるっと毛糸をこの結束バンドに巻きつけていきます。くるくるっと巻くんですが、できるだけねじれないように、あとこの最後の 2,3 センチぐらいは開けるようにしてください。巻きつける力が強いとギュッとしたかぼちゃになりますし、緩いとふんわりとしたかぼちゃが出来上がります。全部巻けたら端っこを押さえつつ、さっきの緑の毛糸を真ん中にこのような感じに置きます。そしたらぐるっと結束バンドを閉じていきます。この穴みたいなのが開いてるんですが、その中に通していきます。この時できるだけギュッと奥の方まで閉じるようにするのがポイントです。閉じたらこのはみ出た部分は切ってしまいます。だいたい形が整ったらこの緑の部分を切っていきます。底の部分は短く切り、反対側のこの上の部分は好きな長さに切ってください。全体的に形を整えたら、毛糸と結束バンドですぐできるかぼちゃのディスプレイの完成です。ディスプレイ以外にはこんなアレンジもいかがでしょうか。最後にこの緑の毛糸を入れた時に髪の毛用のゴムも一緒に挟んで留めます。ゴムを挟む以外は全く同じ作り方で作ります。結束バンドをぐっと締めて余計なところを切っていきます。横向きにはなりますが、このような髪の毛用のゴムもできました。髪の毛が短いよという場合はこんなアレンジもあります。ダイソーで売っているカチューシャにさっきと同じ結束バンドでこの作ったディスプレイのかぼちゃを留めていきます。一箇所だとちょっとフラフラする感じだったので、一個につき二箇所留めていきます。同じように留めた後はいらないところは切ります。結束バンドは切った後のパーツがちょっと痛いので、その部分が頭に当たらない位置に来るようにしてください。今回は二個かぼちゃをつけてみました。かぼちゃのカチューシャの完成です。ゴムと一緒に使っても可愛いと思います。みんなで作ってみて、できたの
脳みそシワシワを味わおう。簡単可愛くすぐできる DIY 動画がもっと見たいと思ったらチャンネル登録をぜひお願いします。だいたい金曜日の夕方4時に更新予定。グッドボタンとコメントもお待ちしてます。アイクフルでした。バイバーイ。